統合されるわけでございますけれども、また宮間高校がそれぞれ市の市で同窓生が活躍することを私どもは願っております。最後に先ほどこの和田さんからちょっと話がございましたけれども、皆さんが和田が育てた普通のような学校に、これを、ちょうど今私森林組合でお世話をさせていただいておりますが、森林組合で、伐採をし、そして植林をさせていただきました。面積はですね、12畳7段あるわけでございまして、収入はですね、学校に3年間で